Get to where it. の用事は済ませております、はい、嘘をつきなさい、ね、声聞けばすぐ分かるよ、ね、だいたい人間の声というものはその人の人格をはっきりと表すのだ、ね、したがってじゃ声を磨くことによって自然とその人格も磨かれようというものだ、うん、そこにおいて我が輩もだね人格投与のために義太夫を稽古しておるのだが、うん、忙しい我が輩にとって一日中最も貴重なるその稽古の時間をくだらないその西洋の歌など歌って邪魔しよるやつがあるのだ、うん、困ったもんじゃ。それはけしからんですな。それは一体どこのドイツです。いやドイツもこいつもね、わしのせがれの一郎だよ。若様でいらっしゃいますか。いやこれはどうもとんだ暴言を申し上げまして、いやどうも、はい、そこでじゃね、一つ君僕のうちに電話をかけて、その一郎に歌など歌わんように言うてくれんかい。社長は昨夜お帰りにならなかったんでございますか。どっかへお泊まりで。バカ言いたまえ、君じゃあるまいし、わしはちゃんとうちにおるよ。おるけれどもがじゃ、わしは今ちょっと風呂へ入っとるのだ。うん、が裸でさえなかったらもう一郎の部屋へ飛んで行って通天棒を食らわしてやるのだが、残念じゃよ。Come on here, come on here, 楽しい朝の歌。Come on here, come on here, I tell you you will love me。趣味にまで監修してもらいたくないですよ。さよなら。
手にかけて。議題をたっぷりどうじゃねというのがお付きになるので、いやところがな、今わしが言うたどうじゃねはそのどうじゃねとは違うどうじゃねなんだよ。とおっしゃいますの？いや君は今朝わしの電話聞いたろ。はい。いやあれなんだがね、何かその実はせがれの一郎だがね、どうもあれもあのままじゃまことにどうも頼りなくてしょうがないんだ。でまあ嫁でももろてやって、書体の苦労、世当たりの味というようなものを教えてやったら、まあ、ちったしっかりした人物になるだろうと思うがどうじゃねと、そういうどうじゃねなんだよ。そのどうじゃねは誠に結構な道じゃねでございますな。いいかね。大変結構で。そうか、そう決まったらな、わしは早速出かけよう。いつもの骨董クラブへでよ。バカ言いなさい。思い立ったが吉に行った。あ、いらっしゃい。あ、なんな、おお、おりゃお珍しい。おら、この大旦那様ようこそお越し。おお、おかつや、あの麹町の大旦那様おいでになったよ。え、ようこそ。麹町大旦那様が、そうなんじゃないよ、まさに。あら、おや、まあまあ、ご珍しい旦那様が。ご無沙汰ばっかりいたしまして、なんとも申し訳ございませんと。ご無沙汰お互いだよ。しかし、なかなか立派な店だ。いや、お前も出世の部類だな。あ、いや、どうもお褒めに預かりまして恐れ入りますもん。何しろもうこの有様でございましてな。いや、立派なもんじゃ。だが、金助、お前なんだな、このおかつと出来よった頃にはこんなその出世するやつだとは思わなかったぞ。いや、どうも恐れ入りますと。いや、もうお屋敷を追い出されました当時のことを思いますと、もう穴がありましたら入りたいくらいでございましてな。何しろもうあの頃は私もお母さんもまだ裏若かったもんで、もう知らにご勘弁を願います。いやわしはそんなその過ぎ去ったことなどは言わないから安心しなさい。いや、今日来たのはな、ちょっとその、頼みがあって来たのだがね。その一郎のことなんで。まあ一郎坊ちゃんはさぞお可愛くおなり遊ばれたことでございましょうね。私がいつもお乳を差し上げておりましたでございますものね。これ何を言うとるかい。それはもうお前20年も前のことだ。今じゃもう一郎も立派な一人前の男子だよ。それでね、その一郎にだな、その嫁をもらってやろうと思うのだからな。あの若様にあのお嫁さんを。ああ、それはまあ結構なことでございまして。いや、あいつも困ったやつだよ。妙なその西洋歌ばっかり歌っとる。もうまるで気違いだ。そこでだね、同じ嫁をもろってやるならば、その一層
西洋歌の好きな女がええだろうと思ってるな。うん、それでお前たちがこんな商売やっとるってことを思い出したので、それでわしはここへやってきたのだ。ああ、なるほど。ああ、さようでいらっしゃいますか。お前たちならその商売柄、その西洋歌を歌う女子を知ってるだろう。それだから、いや、しかしな、そのあれは具合悪いぞ。パーマネントか、ああいうな具合悪い。家柄、血筋、素行が肝心だからね。そういうのを一つ心がけといてもらおうな。分かったな。じゃあわしはこれからその骨董クラブ行かなくちゃ。竹本試着家の売り立てがあるのでな。それじゃあおかつ、ちと屋敷の方へ遊びに来なさい。 ありがとう存じます。お気をつけてどうぞ。ごめんくださいまし。お気をつけてどうぞ。ごめんくださいまし。おかつ、おい、うまいことになっちゃったな。本当にさ、お屋敷お出入りができりゃ何か得だからね。お前、得どころの騒ぎじゃないよ。お前、この話はさっとうまくいけばな、電話の一本ぐらいこう買ってもらえるかもわからないからな。本当にさ、さっさとお前さ、心当たりあんの？冗談言っちゃいけないよ。あんのかい。だ、誰さ。何を言ってんだよ、あるわけないじゃないか。お前、こんなちっぽけなお前レコード屋しててさ、いちいち吹っ込みの芸術家と付き合っていられるかってんだよ。それはそうだけどさ、ちょっとお前さん、あんなか手柄のとこ見つけたらどう？
ちょいとちょいとこちら行けませんってば、まあちょっと嫌ですね、本当に。お帰りになってくださいよ。お気に召さないんだったらね、お代分けしていただきませんから。さあお帰りになってくださいよ。帰った帰った、うるさいお子様ありがとう。さあさあ早くお帰りなさい。帰ってくださいよ、本当に。まだいい気になりやがって。皆さん、すいませんでした。ねえねえ、あなた、まあここはね、お客筋がいいもんですから、あんなバチガニ来られて本当に困ってしまうんですよ。皆さんにご迷惑をおかけしやしないかと思って、もう私ハラハラしましてね。はい、ありがとうございます。ちょっと頼みます、お会計ですよ。お調子を3本に松屋に大切り、それからおこでの赤田信也のご飯のお会。あ、やや2品。あ、そうですか、あのやや2品していただきます。ありがとうございます。また、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。あら、まあいらっしゃいまし。どうぞこちらへ。どうぞ。お三人さん、お調子でしたね。何かお通し物は？結構急ぐな。今若様にご馳走になっちゃって、もう腹がいっぱいなんだ。こんなところもまずくって食えるか。あら、熊野さんの意地悪ね。どうせそうでしょうよ。俺が意地悪なら、お千代女子はケツ曲がりだ。さまみろってさ。いや、しかし、若様、さっきのタイの頭が天下一品ですね。いや、実際うまかったですよ。なんなのうまいか。え、ね、うまかったですよ。いや、若様と違って、僕の技は何食ってもわかんないな。若様、だけど、高いことも高いですな、あのうちは。何しろ、タイの頭が1人前5円なんて全くべらぼだ。なお、3人で15円だ。おいおい、それを言うなよ。だから下船のやから困るよ。お待ちどうさま。見たわよ、新聞。いや、あんなこと僕何も知らないんだよ。だってあんた、おいおいおい、何をちょこちょこ言ってるんだよ。シャロンの女子は。いえ、あのね、今日ほら新聞に若様のお噂が出てたでしょ。だもんですから、私も何かご馳走していただこうと思って。ごちそうさま。わかったわ。あれじゃご馳走がちょっと物足らんですな。なあ、松本。おお、そうだとも。ねえ、若さん、熊野もああやってるんですから、今夜あたり一つ新橋の方へ、どうでしょうね。いや、悪くないですな。ね、もう僕は帰るよ。え、お帰り。なんだかもう今日はもう飲みたくないんだ。さよなら。いや、どうも、ご縁というものは不思議なものじゃ。この間、あなたのお父様のな、売り立てが骨董クラブでありました。あれは、その折に落札させていただいたのだが、お嬢様も見覚えがおありでしょう。は、存じております。いや、さすがはどうも、竹本氏爵家はお家柄だけあって、どうも、あの売り立ての筋のいいこと、もう商売人がみんなもう感服しておりました。いや、しかし、ご縁とは言いながら、この探入にはここへ縁づいてもらうし、お嬢様にもまた来ていただくと、いや、どうも誠に、不思議なような、お話じゃ。いや、これはわしの癖でしてな。このチュンチュン音がその、なんとも言えんその、善味があるのでね。土壌の二層両年として小説とはすなわちこの調べなり、ですかな。お待たせ申し上げました。一郎はすぐにこっちに来よるかい。それもお旦那様、あの我が様のお部屋で何かお旦那様にちょっとお話申し上げたいことがございます。いらしてくださいますよっておっしゃってらっしゃんざますけど。ほうほう、おかしなやつじゃな。いや、恥ずかしがってるのだろう。うち来てしょうがない。そのお嬢様にうちに来ていただいたら一つ直してもらわなくちゃ。このお嬢様ですら
女子の身をもってわざわざ来てくださったのに、その男子のくせにその恥ずかしがったりなんかしちゃいかんちゅうて、早くここ座ってきなさい。うん、そんなその 見合いとかなんとかそういうその改まったものじゃないのだから。困りました。ではちょっと待ち遊ばして。あのすぐいらっしゃってくださいませとおっしゃっていらっしゃるんざいますけど、だからさ、おかつ僕がその前に話したいことがあるからこっちへ来てくれって言ってんじゃないか、そう言ったまえ。ではちょっと待ち遊ばして。見合いにも何も、僕はその女なんかに会わずにうちを飛び出してきちゃったんだよ。それじゃあ私たちのことをお父様に話してくださらなかったの？全然親父が僕に会ってくれないんだ。そう、いや私たちのことを話しても無駄ね、きっと。どうして？許してくださらないに決まってるわ。そうかもしれないな。じゃああんたどうするの？どうするって、僕昔の芝居ならあなたの幸せのために私が身を引くってとこでしょうけど、私そんなの嫌よ。僕だって嫌だよ。じゃあどうするの？どうするって、そうさな、大変だよね。あなたどうして？だって肝心な時になってちっとも気持ちが何も決まってないじゃないの。だけどね、僕は親父がどうしてもいけないって言ったらうちを飛び出しちゃって君と一緒になるよ。本当？もう本当だと思う。本当ね、本当なのね、きっとね。私嬉しいわ。私あなたの口からそれを聞きたくて今まで待ってたのよ。よく言ってくだしたわ。本当によく言ってくだしたわ。でも大丈夫かしら。疑り深いね君は。そんなに疑うんだったらね、あ、このお寺にはねとても有名な木があるんだ。その木の前でね、二人が誓いを立てれば、たとえ今二人が別れていても、末はきっと一緒になれるっていうんだ。で、そこ行って誓いを立てよう。あそこだよ。なんだかそんな絵があったわね。
っと早いことね。今何時だと思ったの。何ですか、頭。そういうのはっきりしろ、ちょっと。食べな。おはようございます。質問中にいちいち立って挨拶せんでもいいよ。おい。座って挨拶するやつがあるか、食えねえ人。寝ぼけるな。何がおかしいか。君たちはいっぺん血液検査してもらった方がいいよ。今夜あたり一つ社長の議題をぜひたっぷり伺いたいと思います。お世辞言うな。なこと言うたってわしの機嫌は直らんよ。いつもの機嫌の悪さと機嫌の悪さが違うのだ。一体どうあそばしたので。一郎が家でしよったんだ。家で若様はどちらへおいでになったんだ。どちらへいらしたか分かっておればそんなわしが怒るわけないじゃないか。わしは怒っとんだぞ。ああそう、いや、よろしい。もうそういうことならもう万事ね、この私が引き受けましたからご心配なく。もう一旦男が引き受けた以上はもう親船に乗ったきてね、ご安心ください。そうですか。ちょっとちょっとお前さん、ちょっとご苦労よ。なんでお引き受けするのもいいけどさ、大旦那の方はどうするの。どうするって何がよ。いいえさ、そんなことしたらもしもお前さんせっかくやったお旦那お屋敷お出入り許してくださったのにさ、またダメになっちゃうじゃないの。何を言ってやんだなこいつ。本当にやっぱりおめえは女だな。おい、なんだって。いやね、女子ですよ。昔の人はうめえこと言ったね。女子と精進は養いがたしてな、もっと鼻太く持ってな、おめえの目のくり玉広く高いとこつけるんだな。目玉はどうすんだよ。わからねえやつな。目玉広く高いとこつけろってんだよ。へっ、はばかり様、私はこれでもね親から授かった目ですからね、どこにつけたって大きなお世話よ。何さ、自分だって大きなところつけりゃいいでしょ。そんな頭のてっぺんに大きな空き地があるんだからさ、いくらでもつけないじゃないの。この野郎、お前ちょ言うにことがいて、おお、これ何、お前空き地があるとお前言うにことがいて、お前俺の頭のこと言わなくたっていいじゃねえかよ。なんで広い空き地があるとお前、郊外電車の沿線地あるめしさを、第一おめえと俺とは夫婦になって20年この方なお、俺の頭のことは絶対に言わねえと約束しやがってよ。今日に限って俺の頭のこと言いやがった。もう勘弁できねえ、畜生。侮辱された以上はね、出てきやがれ、畜生め。ああ、出てく、出てくよ。お、出てけ、畜生め。出てけ、いいんだ。出てきやがれ、畜生。すまんのよ、もう。ね、いや、我が様ね、ちょっと止めないでくださいよ。もう これね、畜生、人の頭のこと言いやがって、まあ、なんてこの畜生、まあ、無謀やろなんだ。無謀なお前さんの方だよ、このゆやかあたみの金冠坊主め。金冠坊主、ああ、畜生、めこと言いやがった、この野郎、本当に我慢できねえ、ったこれ。ええー、殺さな、殺せ。お寄しなさいって言えばちょっと、お旦那もお母さんもお寄しなさいって言えばみっともないんじゃありませんか。おっ、いや、これはどう、もう若様、飛んだところご覧に入れましてどう。そりゃいいけどね、僕の方は一体どうなるの。あ、そうか。いや、あのね、決してご心配なく、あの、もう私が支給受けた以上はね、もう大船に乗った気でもってね、あの、もう大旦那の方は万事ね、あ、もうめんどくさいからね、あの、この私たち夫婦でもって泣こうとなりますからね、今夜あたりこのさーっと仮祝言をやっちゃいましょうね。おめでたいことで。お様よ、この裏船にご案内。この裏船にご案内て、月もろともにいれしもの、波の泡りの島影よ、遠くなるわの沖せにて、おやすみ。僕らの新婚旅行かい。そうよ。なんだか少しわびしすぎるね。ねえ、歌でも歌いなさいよ。うん、気違いじゃあるまいし。ああ、そんなことないわよ。そうかい。そうよ。なんでも楽しい、それは新婚。裏かなずまいも、かわいいお前と一緒に暮らせばなんて辛かろう。けれど寂しい、これが僕らの新婚旅行か。
でもここでも親父の指図で経済封鎖、こうして二人は次第次第に安い家賃の家へ家へと落ちてゆく。哀れ借金山をなし、七は流れて川をなす。荒海渡る清かな、どこまで続く貧乏像。三日二夜は食もなく、上迫り来る新状態。すでにお米もなくなりぬ、仕方なく泣く我が妻は、元のおでん屋に働きぬ。じゃあ行ってくるわね。ここへ5000置いとくからね、お芋かなんか買って食べといてよ。その代わり今夜お土産持って帰ってくるわ。じゃあこっちよ。え、この5000持っといてよ。どうして？だって君電車賃がないんだろ。何、いいのよ、あそこなら歩いたって1時間ぐらいで行けるわ。そのぐらい歩いた方が体も温まっていいのよ。そう。じゃあ行ってきます。おじさん行ってきます。あ、行ってらっしゃい。天気だのに。あ、おい、誰だよ。気をつけろよ。一度お供させていただきたいです。いらっしゃいまし。いらっしゃいまし。
何県のどこだっていうのをぴったりと当てちゃうんだよ。ああそうですか。あ、お注意し、お注意し、とっても面白いことあるんだよ。何ですか。ほら、ここへちょいちょい来たろ、うちのドラ息子。あの一郎さんって方ですか。あれさ、あの野郎がね、女とどっかへ駆け落ちやがったんだよ。駆け落ち、まあそうですか。そのおかげでね、ガラマサ殿近頃すっかりおとなしくなっちゃってね、あんまりみんなおかみがみとならなくなっちゃったんだよ。それでね、母体神とかなんとか起こしてね、実は今日はね、時ならぬボーナスを頂戴しちゃったわけだ。あのバカ息子、案外いいとこあるな、おい。いいとこあるよ。そう。でもなんだかお父様お気の毒ね。あ、おっちゃん。え？ちょっといない。え？何かい？あんたもう帰んなはれや。11時だぜ。まだいいんですの。いや、帰んなはれ帰んなはれ。電車が本当にないようになってしまいますから。そうですか、うん、すいません。じゃあわがままさせていただきます。そんな遠慮はいらんこっちゃな。お帰り、これ持ってきて。すいません。あ、それからな、これ何してたの？何にもしてなかった。退屈だったでしょ。うん、それほどでもなかった。そう。あのね、今日お店で実はとてもいい話聞いたのよ。なんで？あなたの働き口。え、どんなの？でも怒っちゃいやんよ。怒りゃしないよ、きっとね。うん、そう。じゃあ話すわ。実はね、でも本当に怒っちゃ嫌よ。怒りゃしないったらなんだよ。あのね、ちんどん屋。違うのよ。ちんどん屋だってまあ普通のと違うのよ。で、今度その人はね、宣伝会社を起こしたんだけど、今までのちんどん屋をくっと新しくモダンで行ってジャズのちんどん屋を始めたんですって。ジャズ。ええ、そうなの。それでね、どうしても歌の歌える人が欲しいって探してるとこだったの。で、私早速あなたのことを話しといたわ。どう？怒ったの？怒りはしないけど、嫌だな、そんなの。だって、1日5円になるのよ。5円になったって、10円になったって、20円になったって。嫌だな、そんなの。あなたもまだお坊ちゃんね。まだ見栄や張りが抜けないのね。当たり前じゃないか。いくら食うに困ったって、やだな、そんなの。それがいけないのよ、あなたは。ああでもない、こうでもないって仕事のより好みばかりしていて、いつでもブラブラしてさ、そのくせ人一倍お金が欲しいくせに。なんで、自分が働いてるかと思って威張ってやがら。あなた、そんなこと言っちゃ嫌。そんなこと言われると私貧乏って嫌いさ。バカにすんな。
いかが？いただきます。でも変なものね。え、何？だってあなたにお目にかかったりお話しするの初めてなんですもの。ああそうですね。お互いに写真だけか知らなかったんですね。お茶のおつまみいかがです？あ、とっても結構です。これおつまみになりません？うちで焼いたんですけど。あ、いただきます。僕も美味しいですよ。あ、そう。あなたにはいいものがありましたわ。ちょっとごめんなさいませ。酒ですか？え、これお父様の秘蔵なんですけど持ってきちゃった。1848年、ちょうどドニゼッティが死んだ年のコニャクですわ。どうぞ。ああ、いい匂いだ。相当なもんですね。初めてお会いしてたんですけど、今度の慈善音楽会の切符を買っていただけませんかしら。いただきますと。じゃあ10枚お願いしますわ。すいません。あ、お金は後でいいのよ。今でもいいんですよ。音楽会の時にいただきますわ。じゃあ、あなたの新家庭のご幸福を祈って。あ、あ、ボートルサンテ。金5円。ああ、こいついけねえ。5円が10枚だから50円と、音楽会はあと10日だ。いや、あったな。どうやって払うんだよ。歯磨きを。
母からです。毎朝毎晩歯や歯磨きで、ここも女も揃って磨け。嫌いな歯から子が来ますよ。皆さん歯を磨きなさい。ねえあなた、本当に偉いわ。今日で8日目よ。私、そう言っちゃすまないけど、あのお仕事ね、最初の1日か2日でお辞めになると思ってたの。いつかあなたのこと悪く言って本当にすまないと思ってるわ。これにはね、ちょっと訳があるんだよ。これだ。竹本栄子ってあなた見合いをしようとした方でしょ。うん、この間会っちゃったんだ。どこで。うん、崖の上に住んでんだよ。まあそう、それでそれでその切符買ってくれって頼まれちゃった。それでまさかお金がないって言えないだろう。そうよ、そうですとも。だから引き受けちゃった。弱っちゃった。でも本当によくやっていただいたわ。あんな人たちに私たち見下げられたくないんですものね。そのうちきっと見返してやりましょうね。世の中って人が少し具合が悪くなるとすぐと変な風に見るんだから。あなたはもっと早くそう言ってくだされ、私お店から借りるなりなんなりしてそんな心配かけなかったのに。だってさ、また君が怒ると思って。怒りゃしないわ。怒る道理がないじゃないの。そうでしょ。ねえ、それともあなた、私に何か怒られることでもあんの。ないよ、のどあれしないよ。でもずいぶんおきれいな方ね。ねえあなた、あなた私とこんな風になったこと後悔してるんじゃない。嫌なこと言うなよ、嫌なこと言っちゃう。とにかくね、この切符のお代は私が払いますから、こんな音楽会行かないでちょうだい。おさん。え、今日お千代さんお休み。へえ、何や今日あんた体の声が悪いからな、休ませてくれ言いましてな。へえ。おさん。へえ、あの人お腹が大きいんじゃないかい。そんな拙者なことだな言うてやんなんないな。あんたあれでもまだ重くなし。あの、表の戸締まりしてもいいですかね。あの、うちの人さっきお風呂に行くって出てたんですけど、すいませんがもうちょっと待ってくださいな。へえ、ずいぶん長いお風呂ですね。お千代のやつがね、もう今夜の音楽会行っちゃいけないって言って朝からずっと僕を見張ってるんだよ。うん、とっても感じが悪いから、一杯やりたいんだ。だからこれから君ん家行ってもいいかい。ああ、そりゃちょっと具合が悪いな。ああ、ちょっと都合がない。いや、あのね、さっき私もね、かかわとね、晩飯のことでね、喧嘩しまったんですよ。ああ、私の大嫌いな新宅が出しやがってね、歌の文句にあるでしょ、ほら。ハゲ叩いて噛んでみろ、おや新たくあんの味がするってね。あのね、私もね、そっと抜け出してね、あのどっかで一杯やりたいと思ってたんですよ。じゃあ、あのこうしましょう。あのね、あの金助町ね、あの交番のところに持って待ってますから。待ってますよ。お待たせいたしました。こちらは日比谷公会堂よりの中継放送であります。ただいまより竹本栄子さんの読書をお送りいたします。曲目は2つございまして、最初はロシニー作オペラセビラの離脱詩のうちのアリア、伴奏は新音響管弦楽団、指揮は鈴木誠一であります。
やっぱりラジオかけてくださいな。いいです、いいです、いいです。私、あんな男とは断然別れますわ。誰が何て言ったって私断然別れますわ。あたしだって別れるわ。なんだあんなハゲチャビン。おかずのことをしのごの言われた身分か、本当に。私、考えてみりゃ随分バカだったのね。身分なんか何でもないと思ってたけど、やっぱり人間って身分を考えなきゃダメね。私なんかどんなに貧乏したって平気でやっていけるけど、これから先どんなに貧乏したって子供だけは私が育てていきますわ。子供？子供ってできたの？あんた。ええ。あらら、そんならちょっとなぜ早かったにそう言ってくれなかったのさ。いえね、もしあんたに子供ができたらすぐ知らせろとお屋敷の大旦那様から言われてるのよ、私は。そうかい、それおめでとう。そうかい。おまん、おまん。はい、どちら。私はこの二三丁先の上司屋のもんですけど。ああ、あの飲み屋さんの。ええ、多分お宅の旦那らしい頭のハゲたお方と、それから若いロイドマンの方がお見えになりましてね。あら、お千代さん、お宅のと一緒なんだよ。まあ、どこで示し合ったんだろう。男って本当に言わないよ。あ、でね、メガネの方と、それから頭のハゲた方がね。ちょいと小僧さん、よしとくれよ、ハゲたハゲたって。あれでも案外年は若いんだからね。おいくつなんです。そんなことどうだっていいよ。どうしたのさ。で、なんだか大変お酔いになってね、うん、お二人でどうしても死ぬんだ死ぬんだってお出かけになったんで、で、まあ、念のためお知らせ上がったんです。死ぬんだって。あら、まあ、お千代さん死ぬんだってさ。ちょっとどうしよう。ねえ、お千代さんだ、そんな落ち着いてる場合じゃないよ。一緒に探しに行っておくれよ。あんたの旦那さんだって死ぬんだよ。さあ、落ち着いてないでさ、さあ。どうしようね、本当に。警察届けた方がいいかしら。まさかそんなことないと思うんだけどね。でもさ、こんないい月夜にうちの人だったら光るからすぐ分かるはずなんだけど。そうね、あの人ったら、もし死ぬんだったらお前が先でも俺が先でも嫌だって、お前と顔を合わせたな、バカめが。お前はうかつに聞いたのだが、ちんどん屋をやっとったそうだな。ね、
なんだよ。これはわしのいつもの癖じゃねえか。一年会わない間にお前もう忘れよったのか。いえ、そうじゃないんですよ。タバコ一本くださいな。何？タバコ？うまい。お千代さんとやら。は？失礼じゃが、あんたよほど偉いお方じゃと見える。いや、一郎によくこんな貧乏させてくれよった。すみません。いやいや、わしは礼を言うてるのだ。この一郎のようなこんな贅沢な、わがまま者が。もうタバコ一本吸えないような、あるいはそのちんどん屋にまでなるというような、そんな境遇にも耐えうるような人物になるとは思わなかった、これはもうみんなあんたの力じゃ、ようやってくださった、これはもう感服のほかない、青年はすべからく苦労すべしじゃ、観難難事をたまにす Boys be ambitious 一郎はじゃねえ、お前この千代さんと新規巻き直しに新婚旅行に行ってこい。お入れしないんでございますのよ。なんでございますか、新婚のお方にはこのお部屋が一番思い出の深いお部屋だったと申しまして。どうしたの？議題を聞かせてやろうと思うがどうじゃねと言ったんだよ。議題を聞く、やった。